山口総、山口つよし、山口つよし、1954年10月3日台は、日本の政治家、外交官、自由民主党所属の衆議院、議員、6期、外務副大臣、野田内閣、野田第一次改造内閣、野田第二次改造内閣、内閣府副大臣、菅大二次改造内閣、衆議院安全保障委員長、 民主党政策調査会筆頭副会長等を務めた。兵庫県愛宵市生まれ、純真学院中学校、高等学校、東京大学法学部卒業。1979年、外務省に入省し、経済局国際機関第2課に配属される。同期入省には、田良原正隆、中エルサルバドル大使、伊原純一、 外務省アジア太陽州局長、広木茂之、外務省議店長、大江博氏、内閣官房内閣審議官、小林博司博氏、アフリカにおける地域経済共同体、平和、安全保障担当特命全権大使、平松健次、外務省総合外交政策局長、北岡本、エディンバラ総領事、西岡敦氏、中寺淵大使、小川誠氏、中ネパール大使、 西村厚子、中六センブルク大使、長谷川進、ストラスブール総領事、花谷拓司、中フィジーバヌアツキリバスツバルナウ大使、横井広氏、中トルコ大使、ホリエ良一、元中数団大使らがいる。1980年により、在外研修で在アメリカ、合衆国日本国大使館に勤務する傍ら、ジョンズ・ホプキンス、大学高等国際問題研究大学院で学び、 修士号を取得。1989年には、同大学で博士号を取得した。新進党幹事長であった小沢一郎の誘いを受け、1995年に外務省を退官。翌1996年の第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で兵庫12区から出馬したが、通称産業大臣や、 経済企画庁長,長官を歴任した川本俊夫の子息で自由民主党公認の川本三郎に敗れ落選。新進党回答後、2000年の第42回衆議院議員総選挙に再び兵庫12区から無所属で出馬し、前回敗れた川本を下して初当選。その後無所属の会に入党し、2003年の第43回衆議院議員総選挙には、 同等公認で出馬するが、河本に敗れた。2005年の第44回衆議院議員総選挙には、民主党公認で出馬するも河本に敗れた。しかし、超福利候補していた比例近畿ブロックで復活し、2年ぶりに会議咲く。2006年、民主党代表、当時の小沢一郎の下、次の内閣の外務大臣に就任。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では、兵庫12区で川本を破り、参戦。2011年3月、日本のグランドデザイン研究会、黒葉光一郎グループを発足させ、代表世話人に就任した。同年7月、松本龍の辞任による、内閣府副大臣、平野達夫の東日本大震災、復興大作担当臣就任に伴い、 公認の内閣府副大臣、国家戦略担当に任命される。同年9月発足の野田内閣では、外務副大臣に任命され、野田第二次改造内閣まで務める。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、民主党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、兵庫12区で、川本三郎の後継候補である、自民党新人の岡崎明を破り、4選。 12月28日、民主党のネクスト外務大臣に就任した。2013年12月5日、民主党に離党届を提出。その後開いた記者会見では、民主党離党の理由について、民主党の中で一生懸命やってきたが限界を感じたと説明し、当面は無所属で活動する意向を表明した。 同年12月19日、無所属のまま自民党の二階派に入会。山口の二階配慮を受け、民主党は2014年1月31日の党、倫理委員会において、山口の行動は、党倫理規定における処分対象の一つ、他政党を利する行為に該当するため、除籍処分の妥当性を認める答申を提出し、2月4日に開かれた、 常任幹事会において民主党執行部は山口の党届を受理せず助席する方針を正式に決定した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では自民党兵庫県連が兵庫12区において兵庫11区が地盤であった戸井田徹元衆議院議員の長男である戸井田慎太郎の公認を申請したが山口が無所属のまま入会していた二階派の二階。 都市広自由民主党総務会長が山口の擁立を主張し公認を断念した。そのため山口、戸井田のいずれも無所属で兵庫12区から出馬し2階からも支援を受けた山口が戸井田を約3万5000秒の大差で破り5 0選挙後2階は谷垣定一幹事長に対しいずれも2階派所属で衆院選では自民党系の候補を破って 無所属で当選した山口長崎幸太郎を念頭に無所属議員の自民党への入党を求めたが谷垣は慎重な姿勢を示した総選挙後の第188回国会における主犯指名選挙では安倍晋三自由民主党総裁に投票した2015年1月自由民主党に入党したい旨の意向を表明し同月に招集された通常を国会では 自民党会派に入会。同年1月22日に正式に入党が認められたが、2014年の総選挙で自民党兵庫県連が擁立した、戸井田慎太郎を破って当選した。山口の自民党入党に同県連は難色を示し、同県連への所属が受け入れられなかったため、谷垣定一幹事長らの判断により、選挙区支部長への就任は一旦見送られ、 山口の自民党入党を強く後押しした2回、市広の地元である自民党和歌山県連に暫定的に入会した。2016年2月、山口の自民党兵庫県連への入会が認められ、自民党兵庫県連に所属することとなった。同年9月26日、衆議院安全保障委員長に就任。同年自民党、ブラック問題に関する小委員会が設置され、 委員長には山口が、事務局長には、門博文が就任した。二千十七年十月二十二日党開票の第四十八回衆議院議員総選挙において、初めて自由民主党公認候補、公明党推薦として、兵庫十二区から立候補し、当選。この選挙で、山口は、得票率六十二点八パーセントという、圧倒的得票を終え、時点で、 希望の投稿人の池畑幸太郎に比例復活も許さなかった。なお、前回第47回衆院選で山口と党の公認を争った豊田は、この選挙に兵庫11区に国返して立候補するもくろみであったが、自民党の公認を得られる見込みがないことから9月頃に立候補を断念している。11区はやはり旧民主党を離党して2回派の客員研究員となった。 松本武明が地盤としており、松本は同選挙で自民講義を得て当選した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。